こちら爆発の塊中爪かばたり、ちなみにたけちゃん、ゆみちゃんです。はい、もうね、前回もお伝えしたように、もう今から後半ですよ。午後から今の爆発するしか考えられない、はい、もうね、シミュレーションゴルフっていうのはもうこんなものかっていうのが分かってきたのと、まあ御殿場なんてこんなものかってこれすごい綺麗なとこだよね。これ怒られるよね、うん、怒られる。実際の御殿場のことはね、多分すごい、シミュレーションゴルフもすごい面白くて、すごいリアリティあるんで、はい、まあ後半見よってください。皆さんが驚くような、あっと驚くスパが出るでしょう。言ったでもバババゴルフ、はい、5番ホールですね。御殿場の5番ホール、362ヤードですね。でも見てください、この絶景、富士山が見えるとね、なんかあの絵に出てきそうな富士山ですね、もう本当に、うんうん、さあ、まあそんな富士山に向かってね、思い切ってファーッと叫びましょう。皆さん行きましょう。今日なんかドライバー調子いいぞ。行きます。よいしょ。おー、爆発。おー、富士山に向かって行きましたよ。爆発。お、いいんじゃない。今日も調子いい。すごい。これもうど真ん中見てください。これもうな、富士山ですよ。富士山が呼んでる。はい、これ悩んでますが、230、大したとんでもないです。はい、私は308ヤードパー4ドライバーいきます。はい、お願いします。180ぐらいいきたいな。そうですね、ゆみちゃんも富士山向かっていこう。富士山向かって、はい、富士山よろしくお願いします。ゴー。うん、なんか高い、ちょっとなんか右に抜けた感じですけど、まあまあでも、まああのあれですね、あのさぬき富士に向かっていった感じですね。ショット内容としては難しい。はい、130、まあまあでもね、まあ全然 OK です。 OKOK、 はい、はい、ね、120、なるほど、まあ、120だから、うんうん、70ヤード残すぐらいかな。お、なるほど、いきます。あ、ちょっと薄いか。あ、でも全然大丈夫。ナイスボール、ナイス、ナイストップ。いや、これ何ヤード残るかな。ゆみちゃんの計算通りで言うと70ぐらい残す。うんうん、どうかな。あ、でも残り60。あ、いい計算ですね。トップしたからちょっといったかな。はい、じゃあ私の方はですね、125残してますので、ここは、はい、あの思い切って9番でピタッと、ちょうどの距離なんでピタッと行ってみましょう。待って、はい、これ皆さん見てください、グリップ変えたんですよ、グリップ最近。はい、ありがとうございます。お、どう。お、いいぞ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 。いやいや、お、ボーンと乗りました。はい、お役ごめんです。はい、お役ごめんです。早いな、はい、OK、 はい、OK です。じゃあ私は最後60ヤード、私はサンドウェッジでフルショットが多分そのぐらいの距離なので、多分それでいく。フルショットで、okay、 ね、フルショット、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いきまーす、はい、いいんじゃね。ちょっと左出たか、ちょっと左出るね今日。あー、惜しい。ゆみちゃんはね、どうしてもアプローチがしたいよね。今日はゆみちゃん絶対アプローチがしたいと。今日また打てんもん、ちょっとアプローチの、ね、ちょっとアプローチがね、したい秒ですね。アプローチしたい秒になってますね。よし、任せて。14ね。またこれ転がすので、転がしアプローチね、はい、じゃあちょっとこうだね、でこのぐらい決まります。本当に転がす。あれ転がった。戻ってきました。いや、ここはね、多分ね、画面では見えん傾斜があった。あの転がしの戦法はダメやった。ダメ。ダメですね。いけんじゃん。やっぱ浮かさないからね、やっぱりね。そっか、もうちょっとこう、やっぱね、御殿場コース舐めたらいけません。右脳をちょっと使わんといけないね。ね、傾斜がね、見えなかったな。なるほど、いけるかな、難しい、頑張れ。あ、行き過ぎた、ちょっと行き過ぎたかな。いや、でも全然、あ、でも止まってよ、止まってよ、止まって、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。はい、そうですね、よかった。じゃあだいぶね、御殿場に翻弄されますね。はい、はい、魔物が住んでる、はい、富士山に魔物がいます。やった、パーです。やった、あ、トリプル、ゆみちゃんトリプルになりました。ズババッゴルフ、はい、続きまして2つ目のパー5ですね、490ヤードですね。予約上、まあ、ちょっと右ドッグというか右にちょっと傾斜してる感じかな、うん、ここはまあそうですね、まあ、大体僕の頭の中ではもう3打目勝負ぐらいができると思うんで、はい、あのそのまま行こうと思います。はい、はい、まあ、その3打目勝負の計算はもちろんドライバーがうまくいったの計算なんで、そこからいきます。お、ナイス。まあでもまあ距離はそこまで出てないと思いますけど、うんうん、でもまあ球は多分理想のフェードかなと。おお、
はい、危なかったですね。微妙にバンカーに。でもまあフェアウェイ戻ってきて、はい、素晴らしい。これで残りが239、そうですね、まあ大体、はい、計算通りです。はい、はい、すごい。私は407ヤードです。アタックちゃんのところとちょっと景色違うね。そうですね、ちょっと右から打つ感じかな、うん、バンカーの上を。そうですね、バンカーの上狙っていかないかな。狙っていきたいですね、うん、いきます。あ、だった、うん、まあでもまあまあまあ、ああ、OK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 、全然 OK ですね、うんうん、パー5ですからね、OK です。いいと思います、うん、OK、OK、全然フェアで真ん中ですよ。全然 OK です。要するにね、あの女性と回るときはね、できる限りこうあのいい言葉で、ね、ミスしても、だから心の中では何しょこいつと思わなくて、思っても絶対言わないように。そう、だけど言わんからね。私は4打目勝負なので。なるほどですね、それはいいことですね、その計算してるのは、うん、はい、ではなんかあれ、何茶色い物体が見えるんだけど。茶色い物体、いけやね。ただあそこまでは行かないから、うん、いいんだね、うん、行きます。やっぱり左に行っちゃう。まあ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 、大体全然 OK でね。 OK、 OK、 全然大丈夫です。大丈夫、じゃあね、4打目勝負って決めてしまうと思うんで、無理しないようにと思ってね。はい、はいはい、残り250。ここはちょっとリアルにあの実際のコースと同じように、100残し、だから160ぐらい打って100残るぐらいの計算でちょっと行こうかなと思います。お、いいぞ。キーかぶる、キーかぶる。あ、大丈夫。あ、いや、次のがキー、どうやろう、枝かな。計算101残りですね。すい、はい、計算通りなんですが、ちょっと木の計算までしてなかったっていう。よし、これは、はい、これが意外と100ぐらいなら8番、はい、8番でさっきも木に当てたからな。当てる気もする。はい、いきます。当たり屋、当たり屋ですね。はい、行きましょう。ちょっとトップ、いやでもこれ、いや、お、下げた、すごい下げ方、すごい下げ方、トップしてフェードかけるって木の下を通すっていう高得点で、しかもちょうど池の真ん中で、これなかなかできないですよ。狙ってしてないことを期待してます。本能が出た。すごい、むちゃくちゃうまい。はい、まあ、ほんと計算通り101残ったんですが、どうですか、これ枝は被るのかどうかっていうんだけはちょっと気になるんですけど、まあそれはもうね、被った時なんで、しっかり打っていこうと思います。はい、ちょっとね、気持ち右目に向いて打っていこうかなと。お、なんだ、お、真上、いった、いった、あ、超えた、すごい、真上超えました。さすが。お、めっちゃ、めっちゃついた、めっちゃ、ほら、100ジャスト、ね、これはもう、あの、もうコース通りです。すごい、残り54、じゃあ、ちょっと、9割ぐらい、うん、で、3度で打ちます。はい、私もちょっと右を。そうですね、右ですね、ちょっとね、はい、OK、 お、いいんじゃない、これ頑張れ、これ真っ直ぐいったよ、届け。おお、来た、ピント、めっちゃベタピン。これ、じゃあ、ワンパットパーっていけんのかな。いけるかな。どうでしょう。どうだろう。あ、パー。あ、マジでやったー。やったー。ツガババゴルフ。はい、まさかのバーディーが出ちゃったんで嬉しくなってます。はい、154ヤードの6ヤードの上りの160のショートですね。はい、ここはもう6番でビタッといってみたいなと思います。頑張って。はい、実際のコースではね、バーディー打った後ってはだいたいボギー打つんですけどね、このシミュレーションはどうでしょうね。持っていけるか、うんうん、お、いい音したぞ。どうだ、いけ、ちょっと右行ってる、ちょっと右、あ、あ、バンカー入っちゃう。やっぱりあれですね、バーディーの後はこんなもんです。まあ、ちょっとスライスがきつかったみたいですね。なるほど、はい、フルショットで6番ユーティリティで120でコロコロって言ってくれたらいいな。頑張ります。はい、怖
これぐらいかな。それぐらいかな。うん。ここから。いきます。はい。いいんじゃない？お、ちょっと弱い。ライン出たよ。ライン出た。あと距離だけ。ちょっと伸びろ。お、これ、おー、ナイス。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃすげー、ナイス。めっちゃ寄っていく。これはどうやろう。ツーパット圏内かもしれないけど、パワーも勝ってやね。今回、ゆみちゃん先にお役ごめんされましたね。ラッキー。はい。たけちゃん、バンカーだ。本当。これはどう、バンカーショットをせんでもええよね、多分ね。うんうん、はい、この辺がシミュレーションゴルフ難しい。別に、バンカーからバンカーショットする必要はないと思うので、まあ、22ヤード程度のショットをすればいいってことですね。砂もリアル。ダブりましたけど、結果的に出ましたね。おー、いいぞいいぞ。なんか、めっちゃダブりました。すいません、なんか今の絶対バンカー出てますね。OK、OK、はい、OK ですね、はい。僕ボギーです。ナイスパー、ナイスパーです、みちゃん。素晴らしい。ツガババゴルフ。はい、これ実は面白くて、僕さっきゆみちゃんパー、ナイスパーですね。うんうん、す僕ボギーやったんで、ゆみちゃんが先ですけど、実際のコースではね、まず白の方が先打つのは絶対です、うん。距離的にね。これシミュレーションらしいですね。これ女性からなんですよ。はい、ここがシミュレーションのいいところです ね。だから今度女性と男性が本当に普通に勝負できる、うんうんうん、あの同じ正式ルールでっていうことなんで、これ今回はゆみちゃんにオナー取られたという形なんで、頑張ってください。頑張ります。なんか違和感確かに面白いね、これは面白い、ね、そうだね、普通カート戻ってとかできないから、ね、じゃあ、え、木があるのね、右向いた方がいいね、右やね、右、右、じゃあ右向きます。いいんじゃない？おー、いい、めちゃうまい、これめちゃくちゃいい方向、素晴らしいコントロール。オッケー、分かってきた。右打ちの意味です。右打ちの意味。右は任せ。右は任せてやる。はい、私の方は367ヤードのパー4ですね。まあこれはもうゆみちゃんと同じように僕もあの右向いて打ちますね。とりあえずまずフェアウェイが絶対ですね。はい、お願いします。右出しすぎた。おお。あの、そうでもないか。ちょっと出しすぎですね。ちょっと。出しすぎ。耐えろ、耐えろ、耐えろ。うん、大丈夫。ここやったら全然、はい。問題ない。まあこんなもんですわ、私の実力は。はい。右出全然止まんな。右出全然止まんな。生命線。生命線ですね。はい、182の10ヤードアップの192ぐらい打たないかみたいなんですけど、まあもう本当生命線の三遊ですね。これら辺の。まあ、届かないかもしれないですけど、いいショットはしたいですね。いや、トップ上手、やばい、やばい、できんだ、できんだ、血を張って、あ、でもフェアウェイ、あ、危ない、これやばい、これ次やばい、これマジで力んだ、マジ力みした。あ、でもそれ計測するんだね、すごいね。132、6番で木大丈夫かな。まあちょっと木どうやろうね。まあでもまあ右ダブ大丈夫かな。右で、右で行きます。いけ。あ、そっちか。いや、超えた超えてますね。なぜか超えてます。いやもうなぜかよく分からんけど超えましたね。ちょっと裏技裏技っぽい感じでしたね。いや素晴らしい、はい、まあ、でも全然全然、はい、意図せずあのユーティリティをトップするっていう生命線とかの騒ぎじゃないんですけど、102のプラス6なんで108ぐらいですね。ちょっと木は気になりますけど、ちょっとまあこれ分からんので打ってみます。普通に。お、どうだ。お、いいぞいいぞ。あ、木に弾かれちゃった。あの、ゆみちゃんのは越したので僕のはしっかり木に弾しっかり、すごいね、しっかりしとんな、この機械はい、鬼門ですね、こうまさに鬼門です。あ、残り55、はい、55ですね、はい、もうこれはもうこんな距離、絶対コースでは残したくない距離です、僕としては。お、いいぞ、いいぞ。でかい？やっぱちょっと、まあ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 、うん、はい、まあこんな、もうはい、もうこんなもんです、すいません、もうなんかナイスです。はい、もうすいません、なんかはい、そうですね、はい、嘘よし、17ヤード。あ、得意の距離残しましたね、ゆみちゃん。しかもちょっとアップが、これはね、
アップ500、うん、ちょうど20ちょっとですわ。じゃあちょっとこれ傾斜見えるよ。これは傾斜見えますからね。でちょっと左側かな。そうですね、左側ですね。で、こんな感じでいきます、うん、あ、ちょっとダフった。超えた。うまいね。やっぱさすがよく分かっていらっしゃる。やっぱ20ヤード打つとね、分かってくるんです。素晴らしい。これまたゆみちゃんにオナー取られましたね、多分ね。僕のがうわダブルボギーですね。ここで頑張った。ナイスパー、ナイスパー、連続パーすげー。ツバババゴルフ、はい、ではハウ最終ホール9番302ヤード結構早いね。早いね。なんかサクサクいったね、うん、特に後半やっぱ俺らがうまくいったか分からんけど、なんか面白いね。面白くなってきた。はい、来ます。だいたい面白くなってきた頃終わるんだね。そう、ね、そうです。行ってきます。はい、ちょっと右出た。でもまあ全然いいね、ヨイミちゃん。大丈夫、うん、あ、オッケーオッケーオッケー。はい、大丈夫ですね。オッケーです。全然オッケーです。はい、なんかあれやな、本当楽しくなってきだしたらもう最終やったってやつ。そうね、そうそう。はい、僕のは411ですね。もうしっかり飛ばして最終、もうね、今日はハーフってことでしっかり飛ばして、はい、最後気持ちよく終わりたいですね。はい、おー、振ったね。振った。バンカーいかんといて。止まって。スタート。いや、スタート。念が届きました。シミュレーションにも念は届くみたいですね。そうだね。お、飛びました。まっすぐ。はい、171の5ヤードアップ。もうこれはもうね、はっきり言います。もう今度こそ生命線です。言うやんです。もうこれでミスったらもうすいません。僕はこの生命線っていうのやめます。お前の目かかってるぞ。お前の目かかってるけど絶対うまく打てよ。さすが。あ、ちょっとな、右なんよな。ちょっと右なんよ。でもいけ、はい、キック。なんかすごいプレッシャーかかったみたいな。彼がたけちゃんがかけて俺がか。はい、154、これじゃあ狙います。5番ウッド。だいたい私こういうセカンドウッドですね。アイアンで打てるようになりたいけど頑張ります。お、いいんじゃない？あ、ちょっと左。バンカー。避けた。おい、なんかさすが持ち玉のフェーズで避けました。なんか狙っとうか狙ってないか分からんのが怖い。残りあれぐらい残るな。やっぱり残しちゃう。ねえ、うまいな、残し方が。はい、37ヤードがそうですね。37ヤードなんで、もうそんなに難しく考えずに、ポコッと。でかい。おあ、こんなもんですよね、こんなもんですね。ナイス。はい、ありがとうございます。終わりました。なんか非常に、あ、これどう、一番待ってけんない。わからんな、なんとも言えんな。いや、でも、あ、やっぱ10、やっぱあれ、しかも 2ヤード登ってるけど20ジャストですね。20ヤードの意味や、20ヤードの意味、さすが。本当に20残したんやな。今日はそういう日やね。今日そういう日、そういう日やね。本当に体が反応するね。あの、何、普通にポンポン打ってる感じじゃないね、やっぱり。確かに、そうだね。コースの感じに似てます。なる。行きます。あ、ちょっと転がしに行った。ちょっとでかかったか。あ、でも全然で、ね、ナイス。オッケー。いや、全然いいですよ。全然いい。ありがとうございます。お願い、パンになって。やったー。ゆみちゃん、お、ちょっとパン。はい、優秀の B でした。ツバババゴルフ。はい、ということですね、ハーフ終わって、結局結果は、私が4オーバーですね。ゆみちゃんが9オーバー。はい、という感じで、まあどう、まあね、スコアともかく、なんかイントロじゃないか。オープニングではさ、アンダーパーで回るとか言ったけど、うんうん、どこで狂ったんかな俺ら。私序盤トリ打ってるから。序盤で狂った。これなんかあの7番あたり、あのユミちゃんにオナー取られたぐらいからちょっともうなんかリズムが崩れました。ちょっとやっぱメンタルが、ね。メンタルがね。あとユーティリティの信頼感がなくなってるっていう。はい、でも楽しかったね。楽しかった。楽しくなって終わった感じやけど、なんか本当にもっとね時間あったらしたいんですけど、まあこれはね、あのまた今後皆さんぜひ、はい、楽しそうやと思ったらぜひね、うん、来ていただいて。本当にリアルをね、これやってみたら分からんよね、実際。うんうん、で、まあね、今回はね、あのこの日本の方で探してもらいましたけど、トラックマンさんのこの
でソフトの中にはすごいたくさんの海外のコースも入ってますので、ぜひ皆さんいろんなコースやってもらって、はい、まあ楽しんでもらえばと思いますので、はい、まあ、今回これがね、皆さんがシミュレーションゴルフをちょっとなんていうんですかね、しようと思うきっかけになればと思いますので、僕らからシミュレーションの世界へ行きましょう。日本語チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。